今日はセールスパーソンは心優しい正義の味方ということについてお話しします。こんにちは。ビジネス達人の教えをお聞きいただきありがとうございます。私はデール・カーネギートレーニングジャパンの佐々木千鶴と申します。このプログラムは東京港区赤坂にありますデール・カーネギートレーニングジャパンのハイパフォーマンスセンターからお届けしております。このチャンネルではコミュニケーションスキル、リーダーシップ、プレゼンテーション、セールスにフォーカスしてお話ししてまいります。まずはじめに今日のデール・カーネギーの原則をご紹介しましょう。このコーナーではデール・カーネギーの書籍人を動かす道は開けるに書かれている60の人間関係とストレスに対処する原則を毎回お一つずつご紹介してまいります。今日のデール・カーネギーの原則、人間関係の原則8番、相手の関心に合わせて話をする。この原則はセールスの方、リーダーの方、聴衆の心に残るプレゼンターになりたい方、すべての方が実践したい原則ですね。デール・カーネギーも人を動かすの中で相手の関心を見抜いてそれを話題にすることについてこのように紹介しております。相手次第で成果も違うが、概して言えばどんな相手と話をしてもその度に自分自身の人生が広がる。それが何よりの成果だ。相手の関心に合わせて話をすることで相手が心地よくなり、有効な関係が築け、成果があるのはもちろん自分自身にも学びがあるということなのです。それでは今日のトピックスタートしましょう。お客様の真実を導き出す。セールスという職業には探偵のようなスキルが求められますと聞いたらちょっとワクワクしませんか？確かにセールスのお仕事は確実な情報や価値の高い情報、情報源をめぐり様々な綿密な調査を行い真実を導き出します。まずはお互いに探し物を手探りで探すダンスのような段階を経て真実に迫っていきます。真実を導き出し、お客様に私たちの提供するソリューションに投資をすることにワクワクしていただく。それまでには多くの貴重な時間を互いに投資することもあると思います。セールスとしてお客様の心を開き、情報をいかに多く正しく集められるかはとても大切です。さて、本当に大切な時間を費やすべきお客様のためにしっかりと時間を使えていますか？セールスパーソンは一人でも多くの見込み客とお話をすることを重んじるあまり、お客様の発するシグナルに気づかぬふりをしていたりすることもあるかもしれません。セールスパーソンの私たちは、見たいものを見て、聞きたいことだけを限定的に聞いていたり、解釈したいように解釈する傾向にあると言われています。セールスの私たちの現状は、ちょっと心もとないセールスパネルと、間近に迫る期日との間に緊張感でいっぱいの日々。お客様とのミーティングの約束がないよりは、約束を取り付けた方がいいと思っています。セールスパーソンの中に、そのミーティングにより奇跡的に販売にこぎつけられるかもしれないという淡い期待が存在しているのです。事前にお客様についてもう少し知ってさえおけば、そしてお客様が発するサインを事前にしっかりと見逃さずにキャッチしておけば、お互いの時間を他のことに有効に使うことができていたかもしれません。実際は
可能性を少しでも多く持ちたいという希望から、とりあえずは見込み客とのミーティングを持ち、販売にこぎつけないかもしれないという心配は後回しにしていたりします。トライ&エラー、またはトライ&ランという言葉もあるように、様々な可能性にかけることは、チャレンジ精神を醸成する意味では、とても素晴らしいセールスパーソンの心構えと言えます。もちろん、お互いに時間がたっぷりあるという場合は、たくさんの方々とお話をするのも良いと思います。お互いに何らかの学びがあり、共鳴することもあります。実際は、現代のビジネスパーソンは、皆様お忙しいのが現状です。お互いの限られた時間という財産を大切にするという意味でも、実際にお取引に至る方のために、時間を大切に使えたらという願いもあります。そういう意味では、真摯に相手に関心を持ち、質問をして、その大切なお客様を見極めることも重要です。大切にすべきお客様に出会った後にも、たまには探偵泣かせのお客様もいらっしゃると思います。つまり、情報を引き出すことができないお客様には、どのように対応すればよいでしょうか。後半では、お客様からの真実を導き出す方法について、もう少し詳しく見ていきましょう。このプログラムはデールカーネギートレーニングジャパン公開コーストレーニングのスポンサーによりお届けしております。デールカーネギートレーニングジャパンでは公開コーストレーニング、インハウスカスタマイズトレーニングをオンラインまたは対面で日本語そして英語のそれぞれの言語で行っております。このチャンネルでは隔週でビジネスプロフェッショナルに役立つアイディアや情報をお届けしております。ぜひサブスクライブをご登録ください。そして同僚、ご家族やご友人にもご紹介いただけましたら幸いです。こちらのポッドキャスト配信はお聞きの皆様の個人情報保護に配慮しリブシンを採用させていただきました。リブシンは皆様の個人情報へのアクセスを誰にも許可しない厳格なポリシーを持っているので安心してお聞きいただくことができます。動画での学びを深めたい方、ジャパンデールカーネギーテレビで960以上の動画コンテンツをご覧いただけます。各週木曜は YouTube でザ・ビジネスプロテレビもアップされています。ぜひチェックしてみてください。また、デール・カーネギートレーニングジャパンについてはウェブサイト japan.dalecarnegie.com をご覧ください。世界のビジネスプロフェッショナルの愛読書として名高いデール・カーネギーの人を動かす道は開けるもぜひお読みください。なお、このビジネス達人の教えについての感想やリクエストは地図.sasaki@dalecarnegie.com までご連絡いただけましたら幸いです。おかえりなさい。それではお客様から真実を導き出す方法について見ていきましょう。探偵泣かせのお客様にはどう対処しましょうか。信頼を築くために自社の事業内容や他の企業への実績を伝え、このお客様に対してできそうなことも提案し、その上で謙虚なトーンで、もしかしたらお客様に対しても同じことができるかもしれませんと伝えます。そしてそれが可能かどうか知るためにいくつか質問をさせていただいてもよろしいでしょうかと加えます。つまり質問をする許可をもらうのです。もちろん許可をもらったとしてもお客様が話してくださるのは氷山のほんの一角のそのまた一角に過ぎない可能性もあります。セールスパーソンに自らの全体像を貸してくださるお客様は多くはないのです。私たちが耳にするのは全体像ではなく
ほんの一部であることがほとんどです。ということは、この時点で私たちがお客様の問題をきちんと把握したと思うには、ちょっと気が早いということなのです。このあたりで私たちは早々にお客様のお役に立ちたいモードに突入し、相手が口にした問題に対して解決策を考えようという誘惑に駆られます。お客様との約束を早く取り付けようと意気込んでいるときは特にそうかもしれません。どうすればよいかというと、お客様のためを思い、関心を持って十分に深掘りし、お客様の話を念入りに確認してから行動に起こすのです。そのためには、お客様からの情報についてのフォローアップの質問をします。お客様が口にしたいくつかの課題点をまとめて、どの課題解決の優先順位が高いかをお客様に説明してもらうのが良いでしょう。これはデール・カーネギーが言う、相手にその意見を自分のものとして大切に思ってもらうという効果があります。お客様にとって大切な課題解決にこそ私たちの時間と力を注ぐべきなのです。そのためにはお客様が納得して安心してセールスパーソンに情報を開示してくれるようなことが鍵です。つまりセールスの場においてもサイコロジカルセーフティー、心理的安全性が大事ということなのです。私たちがお客様のお役に立てるようになるためには、お客様との信頼関係構築に丁寧に時間を割くことが重要なのです。高い信頼を築けば、お客様の心を開き、お客様が実際に直面している問題や解決したい課題、心の声までもお聞きすることができるようになるのです。私たちが目指すのは、お客様との生涯にわたるパートナーシップを築くことです。お客様とは、一度限りのお付き合いではなく、いつも声をかけてもらい、相談してもらうような関係性を築きたいのです。お客様は安心安全な環境で、自分でも気づいていないような心の声を明らかにしてくれたセールスパーソンと、いつまでもお付き合いしたいと思ってくれるのです。そのために、大切なお客様のために時間をかけて信頼を築き、真摯に真実を導き、見極めたいという情熱を持つことが大切なのです。そう、セールスのお仕事は、お客様の心を開き、真実を導く心優しい正義の味方なのです。今日もビジネス達人の教えをお聞きいただきありがとうございました。新たな気づきはありましたか？エピソード9は、心を動かすバーチャルミーティング。オンラインのミーティング、つながりを深めエンゲージできていますか？オンラインミーティングを少しアップグレードしてみませんか？どんなお話かご興味がある方、ぜひ次回のエピソードもチェックしてみてください。それでは次回のビジネス達人の教えでお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。